カラグールガメは、ハチュコウカメモクイシガメかアジアカワガメ属に分類されるカメ。インドネシア、タイ南部、マレーシアも式標本の産地は、ボルネオ島で、種商名ボーニオンシスは、ボルネオ産ののい、最大高潮76センチメートル。オスよりもメスの方が大型になり、オスは、最大高潮39センチメートル。配甲はやや扁平で、上から見ると、 細長い卵型。廃坑の色彩は、暗褐色一色か、泡褐色や、暗黄色で、C パ板や、あばらパ板に、暗褐色の縦縞が入る。第一円パ板を除いた、円パ板にはパ板ごとに、暗色版が入る。廃坑と復興の継ぎ目は発達する。復興は大型で細長い。左右のンパ板の間には浅い切れ込みが入る。橋や、復興の色彩は、 黄色や炭鉱色。頭部はやや小型で、粉炭はやや突出する。くちばしの外縁は、のこぎり状に尖る。顎の交互面は幅広く、一本の量が発達する。指跡は長く、指跡の間には、水かきが発達する。前肢の爪がある指は5本。頭部や四肢の色彩は、灰色や、暗黄色。卵は、 長径6.8から7.6センチメートル、短径3.6から4.4センチメートルと、細長く、殻は白く弾力性がある。容体の背光は扁平かつ円形。C パ板に明瞭、あばらパ板に不鮮明な破線状の筋状の隆起があり、円パ板の外縁が、のこぎり状に弱く尖る。また、C パ板の付加直後から、あるパ板や円看板後部に、 暗褐色の反紋が入る。成長に伴い荒らカンパンのキールや、ノコギリ状の突起、暗色斑は消失する。オスはメスに比べて肺高が細長く、高高が低い。尾が太い上に長く、尾を後ろへ伸ばした状態で、総排出口全体が、肺高よりも外側にある。オスの生態は、粉炭から後頭部にかけて、胆石褐色の反紋が入り、繁殖期になると、 廃校や頭部が白くなり、赤色斑の色味が強くなる。河川の下流域の寄水域、川口周辺などに生息する。幼体は淡水域に生息すると考えられている。植生はほぼ植物食で、植物の葉、茎、果実を食べるが、甲殻類、貝類、関係動物なども食べる。満潮時に、岸辺周辺で採食を行う。 成長に伴い植物食傾向が強くなる。繁殖形態は卵生。砂浜などに30センチメートルの穴を掘り、1回に12個の卵を数回に分けて産むと考えられている。マレー半島やインドネシアの一部では、集団で産卵し、タイの個体群は河川の上流域まで遡上して、サスや川中島で産卵していたとされる。海岸で孵化した幼体は、海や寄水域地帯に、 淡水域に侵入する。生息地では、卵も含め食用とされることもある。英名、テレッピンは、ヒスイガメを指すアルゴンキン五族の言語に由来するが、転じて、食用ガメを指す。開発による、生息地の破壊、水質汚染、食用やペット用の乱獲などにより、生息数は激減している。特に、タイでは野生絶滅寸前で、現在は、自然繁殖していない。 生息地では保護の対象とされている場所もあり、タイでは飼育か繁殖させる試みが進められている。1997年にワシントン条約付属書通に掲載されたペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。大型種のため、特大サイズのケージが用意できない限り、一般家庭での飼育には向かない。ありがとうございます。